しみをわからないなら、この程度で。こんなところでやられてなんかいられないんだよ。これは遊びじゃないんだ。徹底的にやるよ。憎しみは憎しみを呼ぶだけだって。わかれ！やられっぱなしでいられるか！許せないんだよ、あんたみたいのは。許すわけにはいかない。これ以上やっても無駄だ。ここまで一方的に。戦いを楽しんでる奴なんかに負けるもんかよ。そこだ。君は憎しみを呼ぶだけだって。わかれ！何事も教科書通りにはいかないんだよ。やめろ、これ以上やっても無駄だ。調子に乗るんじゃないよ。お前が見せてくれたように、その前に人類は地球を食い尽くすよ。そんなに人を信じられないのか。憎しみは憎しみを呼ぶだけだって。分かれ！憎しみを生む者、憎しみを育てる血を吐き出せ。吐き出すものだとない。お前はなろ。悪いけど、私を刺す。脅かすとは。私の負けだな。ハマ、その潔さを、なんでもっと上手に使えなかったんだ。持てる能力を調和と協調に使えば、地球だって救えたのに。アステロイドベルトまで行った人間が戻ってくるっていうのはな。人間がまだ地球の重力に縛られて。だからって、こんなところで戦ったって何にも。そうさ、さかしいお前らのおかげで地球にしがみつくバカどもを抹殺できなかったよ。すべてお前たち子供が帰ってきてよかった。強い子に会えた。